Japan. Quick Japan. A voice of a new generation. Quick Japan. こんな年になっちゃいました。酒ばっかり。毎回酒ばっかり。おー、皆さんどうも。どうも皆さんこんにちは。クイックジャパン139号最新号発売でございます。皆さん拍手。クイックジャパン最新号の表紙関東特集はですね、直木賞受賞のさらばが累計売上部数100万部を超える大ヒットとなった小説家の西加奈子さんでございます。登場していただきました。拍手。関東にはですね、求人のために書き下ろした新作の短編、雨男でございます。書いていただいちゃったんです。QJのためにです。西さん、そんなことしなくていいです。QJのためなんかに、西さんの大事なお時間を使っちゃダメだ。逃げるんだ、西さん。すいません。短編書いてきました。え？いやいや、ダメです。西さんの貴重なお時間を、僕らのためなんかに、書いてきたんで読んでください。いや、嫌です。嫌です。西さんの大切な時間をですね、こんな、QJのためなんかにね、やっちゃダメですよ。でも、書いてきたんでぜひ読んでください。嫌です。嫌です。ああみたいなことがあったんでしょうか。もう本当にね、ヘッポコ編集部全員を持ってですね、ここにもう感謝の意を証明したいと思います。ありがとうございます。なんとですね、雨男のために西さんご自身が描いていただいた絵を表紙に織り込みました。豪華な閉じ込み付録となっております。またですね、関東冒頭インタビューページにはですね、読書家として知られる欅坂46長濱ねるさんが登場でございます。なあ、長濱ねるさん、ダメだ、こんなとこ来ちゃ。西さんの作品が好きなのはわかる、でもダメだ、こんなとこ来ちゃ。すいません、ここクイックジャパン編集部ですか？あ、はい、どうしたんですか？あれ、あなたは？はい、長濱ねるです。うわー、ダメだ、こんなとこ来ちゃ。長濱さん、なんでこんなとこ来たんですか？いや、西先生の特集だと聞いて、私自分から、インタビューを取ってほしいなと思って、うわぁ、あなたこんなとこに来ちゃダメだ、こんな汚い奴らがいるところに来ちゃダメだ、いや、でもお願いします、もう来ないでください、やめてください、わぁ、なんてことがあったんでしょうか。日作品を読まないのはもったいなすぎと彼女話しております。雨男の第1号読者となりですね、思いを語りますということでですね、どんな思いを語っていただいてるんでしょうか。歴代日作品とともにですね、撮影したグラビアも必見ですということでございます。そしてですね、お笑い芸人作家の又吉直樹さんが日さんとともに夜の博物館を訪問ということであります。展示品からインスピレーションを受け、二人でオリジナル立体作品を制作しますということでですね、自由に鑑賞し創作することの魅力を語り合っていただきました。そして、第二特集はですね、テレビ東京の生放送番組、皆さんご覧になっているでしょうか。青春高校3年 C 組でございます。秋元康が理想のクラスを作りたいという名のもとにスタートしたこの番組でですね、現場の声を取材させていただきました。ああ、青春高校3年 C 組理想のクラスということですけれどもね、理想のクラスなんて一つもなかったですよね。J の学生時代は全くなかったですよ。クイックジャパンを読みながら見られちゃいけないと。トイレで一人で読んだクイックジャパン。何特集でしたかね？タモリでしたかね？ってな感じでですね。クイックジャパン139号を皆さんのお手に取っていただきたいなと思います。今回登場した人物はですね、全員フィクションでございます。関係はございません。そのところご了承ください。それで Q さん。あの時、学校は、俺たちのものじゃなかった。キューさん終わろう。クイックジャパン、クイックジャパン、クイックジャパン、 A voice of a new generation. クイックジャパン。